バイバイ。皆さんこんにちは、マリナです。今日の動画はとってもスペシャルゲストに来ていただいてます。マリアさんです。皆さんこんにちは。今日動画一緒に撮影を OK していただいて本当にありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。マリナさんもマリアランドに出演していただいてありがとうございます。ぜひ皆さんそちらのマリアさんのチャンネルの動画もチェックしてみてください。日本のどこに住んでいるんですか？今沖縄に住んでいます。嬉しい。マリアさんの動画の方でも、私も高校卒業後に1年間沖縄に住んでいて、そのこともご一緒にお話ししたので、はい、一緒に沖縄が好きなので、そういうところが、はい、嬉しいなと思います。どうですか、沖縄に住んで、自然に、綺麗な自然に癒されて。そうですね、沖縄はやっぱり素敵なところだと思います。まあ、日本本島とまた少し文化が違くて、まあ、人の、なんだろう、人の雰囲気また少し違うんですけど、マリアランドの動画でマリナさんも話したように、やっぱりすごく綺麗な海に囲まれてるので、何か嫌なこととかあったとしても、うん、まあ、こうやってね、海岸に行って浜に行って泳いだりとかして、まあ、泳がなくてもこうやってね、海な眺めるだけで、まあ、かなり心が癒されるんですね。あとは、うん、まあ、沖縄って言ったら海だけじゃなくて、実は山も結構あるので、まあ、綺麗な例えばヤンバル国立公園とか、なんかハイキングできる場所がたくさんあるので、まあ、すごく素敵なところだと思います。ただしロシア人の私にとって暑すぎるっていうのは確かです。ロシア の気候はどういう感じですか？今モスクワ、今夏ですが、どのぐらい暑いですか？ロシアも結構広くて、南の地域と北の地域はかなり違いますが、私のふるさとモスクワは大体、日本の北海道と気候が似ていて、四季がはっきりしてて、もう冬になったら冬、めっちゃ冬、雪が降って、まあ、雪は大体半年ぐらい積もるんですね。だけど最近はなんか、今帰って今8月頃なんですけど、30度を超えてます。うん、暑いですね。日本の暑い夏と沖縄の夏い夏とちょっとだけ近づいてるっていう感じですね。そうですね、でも日本の方が暑い、やっぱり。日本の東京とかも、大体なんだろう、そういうコンクリートに囲まれてる大都市なので、もう普通にアスファルトが溶けてるぐらい、今の時期は。そうなんですね、本当に意外です。今私のハンブルクは本当に18度で、ものすごく風が強くて寒いぐらいです。最初にどのきっかけで日本に興味を持ちましたか？単純に日本の文化に、魅力を感じて、そこからもっともっと日本のことを知りたいと思って、日本語を習いたいと思いました。ただ、まあ、人によってその日本の文化は具体的に言うと、まあ、アニメだったりとか音楽だったりとか、アニメ漫画とかゲームとか一番あるあるかな。で、私は何だったのかな、音楽はメインでした。初めての日本滞在は旅行でしたか？初めては短期留学でした。2012年だったんですね。アルバイト頑張ってお金貯めて3ヶ月行きました。その時どうでしたか？初めて日本に行って、アニメでしか見てなかった日本を実際感じて、どういう気分になりましたか？そうですね、まあ、かなり懐かしい思いになるんですけど、まあ、もちろん日本はキラキラ輝いてましたよね、その時。そして、まあ、こういうことに興味があるから、渋谷とか原宿、秋葉原のようなところばっかり行ってて、でそれ私の頭の中の、まあ、日本は全部そうなのかなって当時思ってました。なので、まあ、すごいみんな楽しい生活してるね、毎日と思ってました。なんかそういう派手な洋服着たりして、ロリータファッションとかね、私当時なんか結構ギャル系のファッションにハマってたので、なんかそういうなんかめっちゃ派手なメイクとかして、そんな風に歩いても誰もあんまり気にしてないし、もうみんな好きな風にしてることになんかものすごく感心しました。ギャル姿すごくなんか素敵に似合いそうな気がします。
綺麗綺麗なので若い時は何でも似合いますよね多分もうマリアさん綺麗なので本当に今でも何でも似合うと思います。日本を旅行してどこが一番思い出に残っていますか？日本のもう一つすごい大好きなところは、本当にどこ行ってもそういう現地の魅力どこでもあるんですね、まあ、例えば食べ物とかもそうですし名物料理とか、でそういう観光スポットなんか各自の都道府県はすごい頑張ってそれアピールしようとしてるのでもう本当にどこも面白いけどやっぱり京都とかあと北海道もすごい素敵だなと思いました。では少し日本から話が変わってロシアになるんですが今家族のロシアのモスクワにいらっしゃるんですかね？はいそうですね実は、今日は3日目かな、3日前に、帰国しました。今回のロシア滞在はどのくらいにロシアにいますか？実はまだ決まってなくてこれはねなんて説明すればいいかな、私は今、そういうね、まあ多分視聴者さんも見てわかるんだけどマリナさんと年は結構離れててそれなんだろう中年時期いや中年危機じゃないけどそういういろいろ変わる時期人生の変わる時期になったので、なんかいろいろ考えるのに時間が必要かなと思って帰国しました一応。なんで私行きのチケットしか買ってなくて今のところ帰りのチケットはまだ買ってないです。なので正確にいつになるかはまだわからないです。そうなんですね、まあ、本当にご家族と一緒にゆっくりしたよくお話し合えるいい時期に時間になることを祈ってます。今生活はどういう感じですか？なんか制限とか感じますか？それか全然前とあまり変わりなく生活ができる感じですか？そうですね、まあ、かなり難しい質問です、私まず帰って3日目ぐらいなのであんまり街とかまだ出かけたりはしてないんですけどまあ、スーパーとか買い物は行って、思ったのは商品不足とかそういうのは全くないですね、まあ、その大きな理由はそもそも海外商品はそこまで多くはなかったしで今結構あるあるのはなんかダブル輸入といって例えばヨーロッパ の, 商品が中立的な国に行ってでその中立的な国からまたロシアに届く感じ、なんで、まあ、特別に例えば、なんか日本のウイスキー飲みたいと思えば、まあ、よく探せばそれは買えるかもしれないんですけど、まあ、一般のみんな普通に毎日のように食べてるものは、まあ、大体全部ロシア産なんで、そこまでは制限はないかと思いますが、やっぱり値段はものすごく上がってるというのはありますね。多分3割ぐらいは少なくとも高くなってますね。とても高くなってますね。ご家族に会うという感じや、少しそこに行きたいとか、そこに何年間行ってないから行きたいとか、そういう感じの予定はありますか？そうですね、まあ、もちろん家族と時間過ごしたいっていうのもありますし、今こうやって実家にいて、まあ、親孝行ちょっとしてあげたいっていう気持ちはもちろんあります、あとは、まあ、ちょっとだけ、もし行けたらちょっと国内旅行サンクトペテルブルクとかちょっと行きたいなっていう予定がありますけど、サンクトペテルブルクとか知ってますか？知ってます。でも行ったことはないですまあ、いつかまた落ち着いたらぜひ平和になったらロシアに行きたいと思います。最後の質問になりますが、ロシアと日本の文化の共通点はどこですか？そうですね、まあ、なんだろう、平和条約すら結んでない国ですし、共通点なんてありえないと思ってる人はいるかもしれませんが、外国人はシャワーだけで済ませるとか、お風呂の話、あとは部屋に入るとき、部屋上がるときに靴脱がないとか、なんかそういう
ステレオタイプがあるんですけれども、実は、ロシアも日本と同じく部屋上がるときに靴も脱ぐし、あとロシア人は温泉とか、まあ、温泉とかもあるんですけど、バーニャっていうなんかちょっとサウナ、ロシア風のサウナみたいなものがあって、それに入るのもみんな大好きだし、でそこはまあ、かなり共通点感じるんですね。あとちょっと共通点があると思ったのは、まあ、性格ですね。なんか日本人ってやっぱり、まあ、本音と建前があって、この人に自分のなんか考えてることを、本当に考えてることは見せてもいいけど、この人を見せない方がいいっていうのはあるんじゃないですか。でロシアも実はそういうのがあって、ストレートはストレートなんだけど、なんか自分の中でそういう、なんて言えばいいかな、ボーダーラインがあって、でこの人だったらこんぐらい親しい関係にならない限り、この人にはこの物事が言えないっていうのがあって、でそこもちょっと日本人とロシア人の性格が近いかなと思いました、うん、ありがとうございます。とても興味深い話。なんか今マリアさんの話を聞いて、結構ドイツ人とも似てるなと思いました。これ部屋に入るときに靴脱ぐとか、北ドイツの方も最初初めて人に会うときはこういうあまり自分のこと話さないとか、そういう感じで言われてるので、そこもロシアの方とそういうところが似てるなと思いました。はい、ありがとうございます。難しい、こちらこそお話ができてとっても楽しかったです。ありがとうございます。ロシアでとても家族と良い楽しいお時間を過ごせるように祈ってます。またぜひ日本とかでお会いできたらとても嬉しいです。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。